天地タイムがいいので伸びがいいと思います、はい、乗り心地もいいですし出足もいい感じです、はい、はい、調整はどうされていかれますか。まあその日の天気に合わせて微調整ぐらいですね。はい、あとまあ練習前でスタート見たらどうですか。あ、もう勘通りです。はい、わかりました。はい、話がありまして最近趣味はまったこと何かありますか。競馬が好きですね。あ、そうなんですね、はい、どういった馬とか騎手とかありますか。地方競馬のジョッキーの方に仲良くしていただいてて、はい、それで応援を込めて馬券買ってますね。そうなんですね、はい、結構愛知県の選手カンガリオさんとかも競馬好きですよね。そうですね、競馬した方多いですか。そうですね、はい、そうですね、はい、それ最近の好きな馬とかあります。おすすめの馬とか好きな馬ですか、はい、いっぱいあると思いますけど、まあ、万馬券取らせてもらえる馬です。あ、そうだよ、はい、やっぱあれ本命よりは穴と思うんです。本命を軸に穴を相手に、はい、買います。そうなんですね、はい、なるほど。やっぱ予想して買うのか、あとなんか出目で何か買ったりとかします。予想ですね、自分を信じて買ってます。そうなんですね、はい、他に何か競馬以外の競馬以外休みでやってるとか、まあ、ドライブが好きですね。車かバイクか、はい、はい、車は四駆なんですけどバイクはスポーツ系ですね、はい、ここで選手になる前に満州券取ったことがあるので今度は僕がお客様にプレゼントします。はい、すごく仲いいって言ってました。いやいや、誰がですか。片山さんが、あ、なんか年齢が近いからって言って、片思いっす。こっちは違います。